ジョージ・ロスは現在のアメリカ合衆国ペンシルベニアの代表としてアメリカ独立宣言に署名した者の,の一人である。ロスは1730年にデラウェアのニューキャッスルでニューキャッスルの米国性公会協会を取り仕切っていた同盟の父の息子として生まれた。家庭内で教育を受け幼い頃から才能を持っていると見えたので父は良い教育を受けさせたいと考えた。 18歳の時に、当時の習慣として、兄のジョンの法律事務所で法律を学び、フィラデルフィアの法律弁護士として認められ、ランカスターで法律実務を始めた。その後まもなく1751年8月14日に、尊敬される家庭の娘アンローラーと結婚した。数年間は非常な熱心さで職務に先進し、 カウンセラーとしても弁護士としても高い評判を勝ち取ることができた。当初はロイヤリストであり、王室検察官として12年間務め、1768年にペンシルベニア植民地議会議員に選ばれた。この頃ロスの心情が変化し、イギリスの議会と争っている植民地革命議会の強い支持者になった。安全委員会の委員となり、大陸会議の代表に選ばれた。 この時にアメリカ独立宣言に署名した。ペンシルベニア民兵隊の大佐を務め、ペンシルベニアでは最初の憲法制定会議では副議長を務めた。ロスは健康上の理由で1777年に大陸会議代表を辞任し、ペンシルベニア開示裁判所判事に指名され、この職を1779年に死ぬまで続けた。ありがとうございます。